皆さんこんにちは、ハハです。さあ今日はですね、バチェラージャパンシーズン5スタートしました。見た？見ましたよ。もう昨日寝れなかったりします。俺4時まで見てたですよね、うん、遅い。始まる時間がいつも遅いのよ。はい、でもね、リアタイしたいわけ、まあ、リアタイはしてないんだけど、ちょっと時間できたから見ようと思って。まあね、ちょっとこんな感じで、ちょっとレビューというか、僕の感想をちょっと言っていきたいんだけどさ、まあ、でもまあ1話目は、やっぱりまず大事な出会いのシーンだから、はい、まあ、16人の女性がさ、今まではこの紹介動画とかではなんか分かってたんだけど、なんか紹介動画って結構ぶっちゃけ編集されてる感じがあって、やっぱり生の人のコミュニケーションを見たときにどうかなっていうのがちょっと楽しみだったんだけど、紹介動画と本人たち全然違う全然違う。確かに違かった、うん、だし写真見た時点では何とも思わなかった人が紹介動画見て、あ、良い、いいなと思って、本編になったら、え、全然違うじゃんって人もいれば、え、もっと素敵じゃんって人もやっぱいるし、面白いよね。ということでね、今回舞台はなんとメキシコです。ちょっと1個言わして、はい、メキシコやったら俺の時言ってほしかった俺メキシコ住んでたんやで。なんだったら喋れるのに、なんで俺がタイで刑事がメキシコなんやってのは、まあ一旦置いといて、いいよねメキシコっていうのは。すごいね、なんか風景もさ、やっぱ久しぶりのこう海外だし、なんかもう絵面が見てて楽しいなっていうのが最初の印象です。不思議なもんでさ、バチェラーに見えてくんだよね、刑事がちゃんと。なんか最初みんなさ、なんか警察って優しいし、なんかいわゆるオラオラ系でもないからどうかなと思ったんだけど、やっぱタキシードに身をまとって歩いてるともう見えんですよね、不思議なもんで。はい、ということで早速一人一人16人の参加者の出会いのシーン見ていきましょうか。なんか印象残ってる人いる？いや、私は社長秘書の名前何でしたっけ？青崎舞ちゃんね。いや、めちゃくちゃ可愛かったですね。ああ、俺の推しとじゃあ一緒だね。推しっていうか、僕が予想してた人と一緒だね。あ、そうですね、一緒です。やっぱ強そうな感じするよね。いや、めちゃくちゃ強いと思います、はいはいはい。ほうほうほう。じゃあ最初の出会いのシーンいきましょう。はい、これね、毎回醍醐味なんだけど、一番って誰が歩くかが一番大事なわけ。あ、まあ、僕一番手だったわけですよ。西山さんだよね。ですよね、やっぱり。でも俺ぶっちゃけ写真とか動画見た時は、なんか一番手歩くのってやっぱ本命っていうか、なんか王道なんですよ。例えばだけど、過去で言えば野春さん。あ、はいはいはい、王道じゃん。確かに。で、僕バチェロレッテの時は僕だし、2のバチェロレッテは長谷川圭一なんだよ。っていうか、あれ、これバチェロレッテ一番歩くやつ、次のバチェラー説成立してるそう、圭一も一番だったね。そうですよね、それ。うん。で、女性でいくと野春さんそうだし、あれ、僕の時の一番誰だっけ？あ、青山あかりちゃんだ。やっぱり身長高くて正統派の美人さんっていうのが、でもなんか紹介動画のイメージではなかったんだけど、堂々とした立ち振る舞いで西山さん。こんなこと言って、あれなんだけど、俺昨日ローズと一緒に見てたの。はいはいはい。二人揃ってこれ見た瞬間に、あ、西山さん行くなってなった。いや、あれだけ綺麗な方が一発目に来ると期待値上がりますよ、ね。うん、やっぱ行っちゃうなって思ったね。わかります、わかります。西山さんもね、この時点でもう結構本命候補でした。で、プレゼントは新潟のね、お米。ああ、おっきい、あのおにぎり、おにぎりね。栄一が食べるの好きだって知ってるからね。うん。はい、2番手尾崎舞ちゃん。尾崎さん、そうでした。はい。あれ、これもしかして1番って王道、2番って女の子らしいとかあざとい系ある？それあるかもしれない。僕の時ね、キウイさんだったから、ね、なんかちょっとあんのかな。尾崎さんね、やっぱいいよね。クイズ尾崎。あ、そうでした、うん、ってました。クイズ尾崎ですよね、やっぱり。今回参加者16人なんだけど、やっぱ印象的なのは西山さんとシュウさん。シュウさん、中国人のね。うん、なんかちょっと俺となんか家族感とかも含めてやっぱちょっと似てるなと思って。みんななんか結構食べ物系をね、KHD を持ってくる傾向にあったね。あと僕個人的にこの人強いなと思ったのが竹下さんね。あのヘアメイクアーティストの、はいはい、竹下さんはバスケが好きでバスケットボールも持ってきたんで、まあ、KHD的にはさ、自分の仕事をさ、リスペクトしてくれる人は当然刺さるからさ、この人なんかいいなと思ったな。あとこの二人も来るなと思ったのは斉藤由衣さんと大内優里さん。ああ、はいはい、はい、これなんでかっていうと二人とも泣いたんよ。
出会い頭で、これ僕の経験上ね、バチェラーってまず大前提超不安なんですよ。K1 ならなおのこと、そのなぜなら参加してる女性が本当に自分のことを好きになってくれるのかってすごい緊張してて不安な状態なのに、2人はもう目合わせた瞬間にな嬉しくて泣いちゃったから、あ、僕との出会いを待ちわびてくれてたんだなっていう、この感情の表現がすっごい刺さってると思う。なんかこの2人はね、結構グーッと圭一さんの心掴んだんだろうなと思った。可愛かったもん、大内さん。あとね、ちょっとこの人はもうコメントせざるを得ない、鈴木ひかるさん。はい、ぶっちぎりじゃない？いやー、あれはもう、うん、もう僕の中で、ね、そのまあ、涙を泣いて圭一さんがぶっ刺さった以外で、いわゆるキャラクター的にというかオーラも含めて強そうだな、残りそうだなと思ったのは西山さん、鈴木ひかるさん、尾崎さん、まあ、この3人は強いね。しかも喋り方も自然でね、いいなと思っちゃった。あとこの斉藤由衣さん、やっぱりアーティストだけのね、絵を持ってきたんだけど、これはやっぱりスギちゃんとちょっと似てるね。似てましたよね。うん、ちょっと応援したくなるっていうか、なんか頑張れって気持ちにさせてくれる素敵な子だなと思いました。あと印象に残ってんのはもう長野のバービーこと小清水さん。はいはいはい、長野のバービー、洋物なのか和物なのかわからないけど、でもなんかやっぱりビジュアルがね、もうなんか目も綺麗だし、こう吸い込まれるようなキャラクターだなって。しかも見た目とこの和のギャップがあるからさ、まあ圭一さんが気になってもおかしくないなっていう要素はいっぱい持ってるなと思った。あとあれですよ、愛車さん。もう一人だけランウェイなの。本当そうですよね、うん、すごい、もう立ち振る舞いからしてオーラがすごい綺麗すぎましたもん。僕が圭一さんだったらちょっとシュキッてなるレベル。はい、まあ、紹介こんな感じですが、どうでした？そうです。それは圭一さんがですか？圭一さん の、まあ、その受け入れ方みたいなのも含めて、まあ、でもこんなこと言っちゃなんだけど、僕らの時とかバチェロレッテもバチェロもそうなんだけど、登場シーンって変なやつ必ずいるのよ。例えばハンノキザーがチャリで来たりとか、はい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 、そのホラガイ吹いてみたりとか、前回はなんかいっぱいホラガイニキとかいるわけ。確かに。でも今回ってさ、なんかそういう変な人いないよね。確かに。みんな正統派。はい。そう、ちゃんと圭一さんを目当てに、ちゃんと圭一さんとに女性として見られたくて来てる感じがあるから、なんか一番まともな登場シーズンだったんじゃないかな。確かに計算のこと考えて食べ物が多かったりしましたもんね。そう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 。なんか大体ここってさ、なんかファーストインパクトを与える場所だから、みんな結構無理したり自分っぽくないことやったりするんだけど、今回の女性のいいところはみんな自然体だし、圭一さんも緊張しながらも受け入れてる感じがね、すごく僕いいなと思っちゃったね。はいはいはい。なんかでも早速登場シーンでね、僕らの不安が少しあった。圭一さん大丈夫かなって不安、多分いろんな人持ってたわけ。バチェラーっぽさとか、みんなをリードできるのかなみたいな。まあ俺その点でいくと、すごくバチェラーらしかったなと思うし、なんかすごい良かったんだけど、圭一さん一個だけ優しさがゆえにやっちゃいましたね。例のシーン覚えてますか？約束を2個やっちゃうっていう。ました。あれはもう。約束2期。指切り幻漫してましたもんね。そう。で最初に1回、ね、じゃあ1番待ってるねって言った直後に大野さんにあまりの剣幕でこれって触れて、はいってやってしちゃったーっつって。いやまあね、わかる。圭一さんはなんか僕とかと違ってやっぱり一人一人大事にしたい思いがあるから、みんなに何とかしてって言ったら可能な限り叶えたいってなっちゃうわけ。でもさ、一番最初の一人って一人しか選べないから、ここはねちょっと難しかったけど、まあ、圭一さんの優しさと優柔不断さがちょっと出たんだろうなっていう感じはしたね。まあでもこっちからしたら、いやいや2回約束してるやんと思ってますけど。そうね、まあ、ただ今回圭一さんすごい良いなと思ったのは、カクテルパーティー始まる時にすいませんって言ったのが良かったね。なんかあそこでなんかなーなーにしなかったというか、あ、どっちでもいいですよみたいな感じにしたら圭一さん男らしくないなと思ったんだけど、ごめんなさい、実は指切り幻漫しちゃったんでって言ったのはすっごいかっこよかった。でもあの、ね、偉かったんだけど、本当に約束守るなら、まあ、小玉さんが先だったんじゃないかなって思ったけど、まあ、指切り幻漫した、だからもう指切り is 正義って、まあね、今田さんも言ってたけど、指切りがそんなに大事だったということで、まあいいんじゃないかなと思いました。でもなんか思ったのが、歴代のバチェラーと違って女の子たちがギスギスしてない。あ、みんな仲いいですもんね。うん、だって普通さ、
なんか俺の予想だけど、最初16人とか17人でスタートするんだけど、バンドさんって絶対絶妙なタイミングでチャリンチャリン鳴らしに来るわけ、うんうんうん、であれ地獄のベルって俺呼んでんだけど、なんかバンドーズ地獄のベルは残り最後1人か2人になったら必ず鳴らしに来てると俺は思ってる。ああ、なるほどなるほど。そうだから、みんな本来だったら最後の2人に絶対なりたくないはずなのに、意外と競いに行かないなと思って。あ、確かにそうですね。いや、だからなんか多分長谷川さんのキャラクターも知ってるし、グイグイ来すぎる人は多分好きじゃないんだろうなって女の子も多分感じてるだろうし、品がない感じになりたくないっていうのは感じたんで、なんか全体的に上品な印象だった。まあ、会話を圭一さんがめちゃくちゃリードしてるかっていうと、受け入れる、で女性の声を聞いてあげて受け入れるっていうことをしてるっていう意味では、なんか歴代のバチェラーとかと比較してもちょっと違う点というか、圭一さんにしかできない点なんじゃないかなと思ったよね。まあでも、もっとなんかグイグイ言ってほしかったですけどね。まあ1話目だからね、難しいけどね。でも確かに、なんか僕はさ、バチェロレッテだと割とグイグイ行かなかったけど、バチェラでグイグイ行ったじゃん。なんか難しいよね、なんかリードしてあげなきゃっていう気持ちもあるけど、圭一さんって自分のペースがちゃんとある人だから、まあ良かったんじゃない、様子見という意味では良かったのかなと思います。まあ、でもなんか全体的に圭一さんも結構言ってるけど、なんか結構みんな今回真剣な感じかも。なんか少なからずそのまあなんて言うんだろうな、ちょっと有名になりたいっていう人がいてもおかしくないなって思うんだよ、こういうのって。でもなんかみんなちゃんと圭一さんと恋しに来てるよね。だってさ、大野さんとか一番最初のコミュニケーションで、私5年前にその婚約してた相手に浮気されて、なんかそこから5年間恋愛に向き合えませんとか、竹下さんもなんかこれが人生最後の恋だと思ってきてますって、ぶっちゃけファーストコミュニケーションで喋る内容じゃないと思ってるわけど、でもそれだけ圭一さんのこと好きだし、なんか真剣に来てるっていうのが圭一さんに安心感を与えてるなって感じもあったね。でもね、俺これ一個だけ言わせてほしいのが、今回さ、やっぱり女性陣は圭一さんがバチェラーって分かってきてるから、もう最初からテンションマックスなわけですよ。だから圭一さんどしっと構えててもみんな圭一さんの人となりが分かってるし、余裕を持ってコミュニケーション取ってるんだけど、なんか思い返してみたら俺の時ってさ、レッドカーペット上で用意どん、コウさんだったんやーから始まってるから、その恋してない状態の人をこっちは恋させないといけなかったから、いや、なんかちょっとその大変さを圭一にも味わってほしい。あのね、17人の初見の女性を好きにさせるのってめちゃくちゃ難しいんだって。だからまあ、それはそれですごい楽しかったんだけど、なんか今回圭一さん見てていいなと思ったのは、全員圭一さんのことを大好きな前提で来てるっていうのはちょっと羨ましかったなと思ったね。だから無理しなくてもよかったのかも、圭一さんって。ああ、確かにそうですね。うん、だって僕のことを本当に好きでいてくれてるはずだよねから入ってるから。いや、俺はさ、もう見た目タイプじゃなかったらどうしようとか、バチェロレッテの時の僕の口悪い感じが嫌いだったらどうしようとか、スギちゃんがいいって思ってたらどうしようとか、そんなことばっか考えてたから、なんかそこの余裕の差ってのは、まあ今回圭一さんなんか余裕が出た部分だなとは思うね。で、あとね、今回の女性の中で圭一さん明確に2パターンの長谷川圭一を出していて、優しい他人行儀の圭一さんの時と、男の子長谷川圭一の2パターンあると思ってて、なんか最初から圭一が気を使わずに、僕はバチェラーとしてこの子を支えなきゃっていう気負いがなくコミュニケーション取れてる人が数人いたの。1人が鈴木ひかりさん、ひかるさん、やっぱり彼女がそういうオーラを前面に出してくれてて、もう笑顔も素敵だし、私は鈴木ひかるっていう人で、このありのままだから、圭一さんもそのままでいてねっていうのがなんかコミュニケーションから出てるから、圭一さんも最初からおのずとコミュニケーション取りやすくなったし、あと西山さんね、なんか西山さんと喋ってる時の圭一、ひかるさんと喋ってる時の圭一は楽しそうだったもんね。確かに。あともう一人で挙げるなら、あの子、竹下さん、竹下理恵さんも良さそうだなと思ったけどね。結構その自然な圭一さんを引き出せてる、よしよしって逆に圭一をしてあげられる人たちが3人いるんで、結構圭一さんの態度がねパキッと分かれたの。でここが問題なのが、圭一さんは自分が格好つけられる、なんか
なんつうんだろうな、ある種自分が甘やかしてあげられる可愛い系の女性が好きなのか、対等ないしは自分をなんかこう支えてくれるちょっと頼れるパートナーが欲しいのかは、ちょっとストーリーを見ていかないとまだこの時点では分かんないけど、あ、2つのケイチがいるなってのは見てて思ったね。いや、ゴーさん、分析力半端ないし、いや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 男の子ってね、あるんよ。しかもさ、初対面なわけだからさ、だからね、まあちょっとケイチさんがどっちが好きかはちょっと和を見てね、まあ、それでいくと、あともう一つ明確にこの2パターンのどっちでも属さないのが、ちょっとケイチがサポートしに行く人が2人いて、それは大内優里さんと斉藤優里さん。この2人はよく泣くじゃん、泣くし、なんかちょっとおどおどしてるから、ケイチが大丈夫だよこっちおいでとか、全然緊張しなくていいよって、逆にこうほどきに行ってるパターンだから、3パターンのケイチがまあ大きく分けるのあるなと思ったね。はい、いやいや、いい第1話だったんじゃないでしょうか。でね、まあ、この第1話のローズセレモニーを経て、まあ、惜しくも第1話で、まあ、離れてしまったのが児玉さんと武田朋美さんね。武田朋美さんはね、ちょっと知り合いだったのでちょっと残念なんですけどね、まあでもしょうがないね。もうやっぱり16人の中から、しかも1話目ってね、これ皆さん圭一を本当に責めないでほしいのは、1話目って明確な判断基準ないんですよ、ぶっちゃけ。たった 2,3 時間で16人の中から14人を選ぶっていうのはすげえ難しい話だったんで、もう多分こうその2人がダメだったというよりは、残りの14人ともっと会話したかったっていうぐらいのことしかないからね。まあ、小玉さんと武田さんはまあ残念だけど、まあまあこれも運命かなと。さあ、ということで残ったのがこの14名ですが、やっぱり光さん強かったね。いや、強かったですね。行くと思ってましたけど。ファーストインプレッションローズをさ、はい、これ、これ一個だけ言っていいですか。ファーストインプレッションローズにちょっと物申したいんですよ。何ですか。圭一のファーストインプレッションローズダサすぎた。どういう。いやいや、このなんつうんだろうな、あのなんつうんだろう、いや可愛いんだよ、圭一っぽくて可愛いんだけど、あの2回目じゃん、あの鈴木ひかるさんと喋るのって、はいはい、もう明らかに喋ってない人がいる中でわざわざ鈴木ひかるさんを呼び出しました。もうその時点の女の子もはいはい、あざすと、ファーストインプレッションローズねってなってるわけで、2人で席ついてもう一回喋りたいと思ったんだよねって時に、なんか俺だったらね、ぶっちゃけこの辺に忍ばせといたりするわけですよ。で、それこそなんかなんつうんだろうな、なんかもうちょっとスマートにやってほしかったんだけど、2人でがっつり着席した状態でなんかちょっと飲み物を取り行ってくるみたいな、そんなことあるみたいな、もう可愛いケイジだから、まあそのなんか変にキザすぎない作り込まれてないケイジがすっげえいいんだけど、やっぱねかっこよくエスコートしてほしいなとね、こうやって実はねスッと出してほしかったんだけど、お酒持ってくるねとか言って。おどおどしてましたもん、ね、おどおどして、まあ可愛かったけど、はい、まあで俺こんなこと思って今喋って自分の時どうだったっけなって振り返ってみたの。待って、同じことやってたわ。俺多分青山あかりさんにファーストインプレッション渡してんだけど、お酒取ってくるねっつって言ったわ確かに。ごめん、なんか自分で言っといてごめんなさい、完全に忘れてた。あのごめんなさいごめんなさい、今のなし。いや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 あ、みんなやっちゃうわあれ。まあそうだね、なんかまあ最初はそんなもんでよかったね。なんでまあ鈴木ひかるさんとか西山さんとかあの辺はもう順当に残ったんで、でもなんとなく今後の見応えとしては、圭一が好きなタイプが 100% 自然な自分をさらけ出させてくれる対等か、ちょっと甘やかしてくれる人たちか、ある種こう可愛くて自分がリードしてあげたいなって思う人たちなのか、まあ大内さんとか斉藤優衣さんみたいに自分ががっつり支えてあげたいって感じる人なのか、まあこの後ろ2つはちょっと似てるんだけど、程度によってはこの3パターンのどれが圭一さんにはまるのかっていうのは2話3話目の見どころかなと思いますんで、ぜひ2話目も楽しみにレビューしていきましょう。またねー。